全国ファイナル審査で2つある選抜審査のもう1つが演技審査。審査に挑むのはこちらの7人。審査ではこのために作られたオリジナル台本を覚え、舞台上で演技を行ってもらいます。演技のテーマは愛の告白。じゃあさ、まず一回ずつざっと読んでいこうよ。すーちゃん、すーちゃん、そこからこう走ってきてやってごらん。はい、私の勝ち。遅れて米米が登場。はい。本当に米米ってダサいよね。私に勝てるところなんてないでしょ。どうしたの急に呼び出して。さあ、なんだ。3年間一緒だったら分かるでしょ。難しいところはちょっと大げさにしないといけないから、ちょっとそこが大変。あれだよね、思い切ってやってくれれば結構いくよな。思い切っていこう。もう春だっていうのに縛れるね。はい、こっちこっち。なんかとてもいいんだよな、自然で。もうちょっと、エネルギー上げることと、自分は何を喋ってんのかをもう一回こう確認しながら喋ってみて。自然に、あ、でも自然にやりすぎてなんかあんまり良くないみたいだから、自然にだけどちゃんと見てる人に伝わるように頑張りたい。そういう優柔不断なところをなまら嫌い。何質問してもまあねとかどっちでもいいじゃんとか、はっきりしろよって思うけどさ、好きなんだよね、そういうところ全部ひっくるめて。いいねいいねいいね。さあ参ります。じゃあもう一つ質問。私のことどう思う？そんなこと言われても。いや、なんで？そこええ女と思ってるよ。でええやん、それですんなりいくやん。セリフは覚えれるけど、どうやって言うかが難しい。感情の入れ具合がやばいですね。もうあとちょっとしかないのに感じ。思い切って飛び込まないとずっと恥ずかしくてやりにくい。いいかい？ほんま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 ？たくさんの息で、強い息で、ほんま？ほんま？さあ行くぞ。登場しました。ごめんね、なんか本当にごめん。どうしたの？急に呼び出して。そうだよね、私もこういうの初めてだから何から言ってたらいいか分かんなくて。今はこんな少人数の前でやってるだけだけど、その何人もの人が来るじゃないですか。その人たちの前でなんかするっていうのが恐怖です。前上がったらもうポイントとか全部忘れてしまいそう。とりあえず落ち着きたいなって。はい、願いがあります。コメコメくんのことを勝手に、本当に勝手にだけど好きになってもいいかな？うん、俺もお前のこと好きだから。え、嘘？私のこと好きなの？え、ちょっと待って、なんか緊張してたのがバカみたい。オッケー、だいぶいい感じになってたね。エネルギーさえしっかり保ってくれれば大丈夫。はい、うん、こっちです。どうしたの急に呼び出して。あの、何？こんなことを私が聞くのはあれかなって思うんですが、コメコメさんは好きな人とかいますか？あ、難しいなって思う。なんか頭で、あ、こうやって言ったらいいんだろうなって想像するんですけど、あまり思うようにできないです。たくさん練習しようと思います。声を発する、言葉を発するということ自体にもっとエネルギー使っていくよ。はい、どうぞ。言います。好きです。3年前からずっとです。米米くんのこと好きです。だから私と
付き合ってください。渾身の演技を見せてくれるのは誰なのでしょうか。本番に期待しましょう。